働き者でね、じっとしとくのが嫌いでね、あの梅干しとかお漬物とかね、昔のね、そんないろんな料理が上手やった、うん、そして明るい人やった、はい、とにかくもうね、働き者、はい、もうじっとしとくの好かんの、私はじっとしとくの好きやけどおばあちゃんは働き者でした。ありがとうございます。おばあちゃんとの思い出の話してみてください。初めて上野のお宅に挨拶に来た時に、よう来たなって言って抱きしめてもらったのが嬉しかったです。はい、ありがとう。それとお母さんね、あ、これまでね世話してもらったんで、ありがとうち。それだけ。これはちゃんに。あの子さんはね、やかましかった時ね、よう俺のとこいるのは田植えに貸してくれた。もうね。食べる時だけ貸し切って、もう賑やかた。その代わり俺が行ったらね、いつも怒るんや。それがスカンやった。本当。スカンやった。ああ、ばあさんに関しては、もう何も言うがないよ。ああ、この前亡くなった時な。あ、それもあるわけじゃん。すごい、あの。子供がいる。子供がいる。猫って、あの子供がいる。ね。私の子供はこれですけど、いい人ですよ、ね、うん、孫はこれです、ね、おばあちゃんって言ったらもう元気がいいっていうイメージしかねえな、はい、もうちょっとこっち前行って大きな声で笑れるよ、はい、そういう元気ですね。ありがとうございます。まゆみちゃんにしろ私にしろ嫁姿を見せられなかったのが心残りですよねっていう体でお願いします。